せーの、セナノアセナノア、うーハッピープレイキラン。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。夜でございます。まあ、今回はですね、毎回もう恒例企画になってる購入品の紹介をしていきます。はい、じゃあ俺今回というか少ないから、うん、今月の購入品、うん、まず1個目は、はい、ダン、トム・フォードのサングラスでーす。そうなんだ。まあ気にしないで、あんまり。はい。多分何回か見てるからね。インスタライブでも俺かけてるし、最近毎日かけてるから。でも YouTube 見てる方は。そう、YouTube の人は初めてかも。最近ね、これかけてるんですよ。こうやって。うん、で、トム・フォードにしては、あの、細いやつ。フレームが。そう。で、こっち側が全部マットブラックになってて、内側が金になって、ちょっと分かりにくいんだけど、レンズが今これ多分光が当ててるか分かるけど、若干茶色が入ってて、茶色の中でも一番薄いやつだから、まあ夕方になってもかけれるかなっていうので、一応サングラス、ちょっとメガネっぽいけど、かわいい、かわいいよね。なんか細いフレームがかわいいよね。そうそうそう、だからアイバンとか、ね、ああいうの欲しいなと思って見てたんやけど、結局これをおすすめされて、うん、これかわいいなと思ってこれ買いました。なんかやっぱり最近細いの流行ってるね。うん、ね、すごい可愛い。はい、これを買いました。本ね。サウナの教科書、はい、まあインスタライブでも YouTube ライブでも話したけど、うん、まあ、セイナはもともとサウナが好きで、うん、俺もまあまあ好きやったんやけど、うん、まあちょっとある、まあちょっときっかけがあって、うん、もうでも結構前よ、あの結構前に行き始めて、ちょっとずつハマっていって、うん、まあ、ちゃんと本もなんか読んでみたいなんで、サウナの資格を取りたいって話をしたやん、 YouTube ライブで前したんだけど、うん、そう、まあ、それに向けてちょっとね、やっぱり自分が入ってる、あ、これ結構間違ってんなみたいな入り方もあるし、うん、そうだね、やっぱみんなとさ、入るところから大半じゃん、うん、だからマナーもあるしさ、あとどこにどう聞くかっていうのも、やっぱり頭の中に知識で入れとくと、まあね、あの効果を感じやすいかもしれないね。だからなんかあの、こう入ったところのここが一番熱くてここが一番冷たいみたいな順番書いてあるのよ、うん、こうなんか図があって 1,2,3,4,5,6,7,8,9 みたいな、うん、それとかも意外と面白い。まあなんかちょっとそういうね、いろんな知識をちょっとつけようかなと思ってこれを買いました。ほんまにこれだけ。あ、終了です。明けましておめでとうございますの投稿見てもらったら分かるんですけど、まあ、あの僕が車の前でこう立ってて、今年もよろしくお願いしますってやつが、スウェット上下真っ黒で、うん、その上にニットダウンみたいなの着てて、うんうん、でその上下のスウェットがダンヒルの真っ黒、うんうん、あれも買ったね。そうだね、うん、確かに。そう、まあシンプルでなんか大人っぽくていいなと思って、そういう系統に変えてってもいいかなと思ってあれ買って、はい、そう、その時に着てた、上のニットダウンもなんか、どこのですか、モンクレーですかとか、なんかいろんなもらったんやけど、あれはもう普通にシンプルにバーニーズニューヨークのオリジナルのやつで、うん、あれセナ買ってくれたんだよね。そう、これどこのみたいな、かっこいいねって、まあ、何人かに聞かれたのは、あれ多分結構評判とかなんか可愛かったのか分からんけど、シンプルでこれどこのって言われた時に、ちょっとダンヒルって言えるとこね、うん、わしぶーみたいな、うん、ダンヒルってなかなか着てる人いないよ絶対。まあノアこの年でよ、ね、そう、なかなか聞かないよね。そう言ってる俺。いや、そうだよ。洋服なんてそんなもんですよ、皆さん。うん、そう、ごめん、今本当に洗濯中で見せれないんですけど、うん、まあ、ちょっとタイミングでまた見せれたら。うんうんうん、では、私ね。はい。私はね、ちょっと年末ね、年末年始、たくさんなんかちょっといろいろこまごまとしたものを買ったんですけど。こまごまじゃないものもあるね。まあね、そう。一つ目は、セリーヌのサングラスでございます。はい、じゃーん。こういうやつ。うん、はい、かわいい。まあ、インスタ見てる人はもう知ってんじゃない？セイナの。そうだね。ちょくちょく出てきてるから。ちょくちょくね、年始あたりから。そう。うん、じゃーん、ノースフェイス。なんかね、こういうね、ブラウン系のニット帽が欲しくて、うんうん、まあ、ぶっちゃけブランドはどこでもいいの。うんうん、そう、あんまりこだわんないし。なんだけど、今ね、結構ね、そのインスタグラマーとか、海外の私服でさ、ノースフェイスのさ、ニット帽をかぶってたのがすっごい可愛くて、うんうん、で、たまたま銀座6のノースフェイスに入ったら、あったから、うんうんうん、うわ、欲しいと思って、しかもね、お値段もね、そんなにね、高くない、4000円とか、そんな感じだった。でもノースフェイスってすごくない？うん、常に最先端というか、行ってる気がする、うんうん、
まあ、イケてるブランドよね。うん、何目線って感じだけど。で、じゃーん、ロエベでございます。新作じゃないですか。はい、そうです、はい、大判のね、ストールにもなるし、うん、まあ、マフラーにも使えるし、うん、はい、このね、アイスグレーのカラーでございます。誰が買ったの？これはね、ノアが買ってくれました。はい、はい、あの日頃のね、あの家事をたくさんやってくれてありがとう。感謝の気持ち、感謝の気持ちを込めて私も、はい、はい、今ねフリンジがさ、結構ハイブランドさんでさ、結構でかいよねこれ。そう、このフリンジがねすごい気に入って使っております。ありがとうございます。はいはい、続き家事も頑張ってください、はい、まあたまに、ね、手伝ってくれるから、ね、うん、そうね。はい、ではじゃん、こちらです。あのね、これはね、まあクリスマスプレゼントだね。まあノアからね。うん、あれね、うん、結構甘めなね、でもなんかすごくあんまり可愛すぎなくて、うん、そう、甘いやらしくない甘さだよ。可愛すぎない、うん、たまにこう甘すぎてこううってなるやつあるやん、うんうんうん、あるね、ちょっとなんか上品というか、なんか自然な匂いも入ってほしい、うんうんうん、なんかもうセイラこのイメージついてるもん、この匂いの。あ、本当に。うん、もともとシャネルのチャンスだったでしょ。そう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 、だからちょっと最近これだよ、ね、うん、これいい。あ、ありました、ノアがちょっともう一つお忘れになってました。お酒も最近そんな量飲まなくなったから、まあなんかそのいいものをなんか記念日用とかに欲しいなと思って、初めて、人生で初めてシャンパン自分で買うので、やっぱりシャンパンってまあなんとなくこれがどう、どれがどうっていうのを分かってんだけど、名前は。まあなんか今セイナと付き合って、まあ大体3年近くぐらいかな。そうだね、うん、大体。まあじゃあいつ飲むんだって話なんで、まだ飲んでないんだけど、あのね、アルマンドです。これアルマンドね。で、多分みんなのイメージって金のアルマンドとか、うんうんうん、まあ緑とかピンクとかね、アルマンドブラックです。わお、これっていくらするの？ちなみに10万は超える。やば、お酒屋さん入った時に売ってたから、うん、めちゃくちゃなんかかっこいいなと思って、うん、なんかセイナと大きな記念日とかなんか取っときたいなと思って買いました。嬉、うん、しい。まだね、開いてないほら。まだ開いてない。なんかのタイミングで飲みたいね。そうだね。今後はちょっと飾りたいな。うん、そうだね。でもなんか飾るにも結局飾ってなくてさ、家持ち帰ったらどこに置けばいいんだって感じで。確かに、引っ越してちゃんと飾れるのかな。そう、ちょっとね、あの埃かぶってんだけど。じゃあね、最後の大鳥いいですか。はいはい、これは大鳥ですよ。結構ね、大きな買い物したよ、みんな。3、2、1、じゃん。あら、何ですか。買っちゃった。これはもう俺もずっと欲しい欲しいって言ってたデイデイトですね。そうです、デイデイト36mm の、はい、イエローダイヤ、イエローダイヤ金麦ですね、はい、全部、金18金のイエローゴールドで、多分8ピースが普通のダイヤで、12時んとこと9時かな、うん、がバケットになってるのかな。で、うん、デイデイトの、まあ、デイデイトはちょっとごめんね、俺の話しちゃって。あ、どうぞ。時計好きだから。いや、どうぞ。デイデイトはまあ、金麦なんだけど、うん、金麦っていうのはホワイトゴールドとかローズゴールドとかイエローゴールドなんだけど、この文字盤がめちゃくちゃ珍しくて、うん、この緑文字盤っていうのが、うん、ロレックスカラーで、はい、あまりないのよ。カンパニーカラーです。そう。はい、本当に美しい。で、このグリーンってやっぱこうグラデーションに向かってさ、うん、そうね、真ん中に向かって、ね、そう、真ん中に向かってグラデーションになってて、そうね、昼見ると、うん、きっと夜見るときも色が違うんだよね。違う違う。まあ細かくは聞かないけど結構高いよね。うん、多分380万ぐらい。うん、こういう時計ってね、一生ものだからね。自分の命に長いしね。そうだね、うん、息子娘ができた時とか、うん、お子さんとかさ、みんな言うやん、うん、まあ、財産になるしね。そう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 、お金なくなった時俺売るし。そうそうそう。まあでもそうだからね、うん、結局やっぱ車ってさ、やっぱリセールが下がるもので、うん、まあ、だからといってその理由で買ってるわけじゃないんだけど、うん、まあでもいいものだから長く使えるよね。はい、
ってな感じで、はい、っていう感じでね、はい、購入品紹介してきましたけども、はい、まあ、ちょっとね部屋をまだ迷ってるってのもちょっとあって、はい、家の整理ができてないから、そう、ちょっとちゃんと引っ越しできたらね、今いらないものも順番にいろいろ捨てていってて、物少なくしてるから、うん、ちゃんと引っ越したら、うん、なんかちゃんとこう綺麗にね、いろいろ全部紹介していけたらなと思ってます。思ってます。はい、はい、皆さんどうでしたか。どうでしたか。2人とも神々だね。神々だ。疲れてんのかな。どうなんだろうね。私はもともと下足らずだから、ちょっと、うん、はい、というわけでね、今回も購入品やってきました、うん、次回もね、はい、ぜひやっていくので見てください。見てください。はい、はい、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、はい、バイバーイ。Sorry, I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I made my bed.